回のあらすじ。じゃあどっちから行こうかな。とりあえず鉄あるし行って。うおビビった。やつの声がする。やつが来る。ふっふっ。ああれ来ない。うるるるるるるる。たくみ、一瞬コウモリにもビビったけど、たくみの方が怖い。うわー、いてー。石炭掘れた今の。あ、レッドストーン。たくみグッジョブ。今回レッドストーン回路とかにも挑戦したいと思ってんだよね。よっよっ。おっとおっと、2体か。2体ですか。ちょっと巻き込まねえかな。巻き込まねえ。うわうわ、めっちゃ来るやん。お前めっちゃ来るやん。巻き込め、ドーン、イエーイ。たくみさん、さっきからなんかいい仕事するな。うわうわ、えた、多いな。おいおい、大家族スペシャル。待って待って待って、全員巻き込んで死ね。ウェーイ。おまだ1体生きてる。おい、まあまあいいでしょう。匠集まるとえぐいな。うわ、上にもある、なんか分かれ道。どうしよう、広い。俺広い洞窟ってなんか結構嫌いなんだよね。探索来といて、こうなんか木、なんか常に集中してないとやられるっていうか、なんかその緊張感が嫌い。身が持たないよね。おっと、鉄がある。鉄掘って、もうエンダーマンの声したね今。狩り行く。エンダーマン後々結構重要になってくるから、エンダーパールとか。うん、そろそろ帰ろっかな。じゃあちょっとここの道が終わったらちょっと帰ります。終わんなそうなんだけど大丈夫。石炭めっちゃある。もう石炭はぶっちゃけいらないんだよな。結構集まる。62か。あ、でもまだそんなだな。もっと集めとくか。うわー、マグマの音。うわ、石炭しかねえ。ダーリー。石炭しかねえな。うわー、これ全部掘るのつらいな。こういう時はあれだよな、なんだっけ、一括破壊系もっと欲しいよね。でも今回バニラでやるって決めたんで、頑張ります。うわ、エンダーマンの声するな。で、スケさんの声がするけど、なんか、あ、いないか。一瞬この辺からさ、ピョコって出てる、あそこのこれ、何、安山岩だっけ、安山岩、戦力岩がさ、スケルトンの頭に見えたんだよね、これ。ここの、これ。これがスケルトンの頭に見えて。でもこっちになんか洞窟あるっぽいな。こっちからなんか結構声するんだよな。ちょ、掘ってみる？なんか、広すぎるの嫌だけど、掘ってみます？うわ、近い。すげえ近い。エンダーマンの鳴き声って思ったんだけど、豚っぽくない？ああ、おったー。どうしよう、やるか。やろう。これ、はめてね。きたー。エンダーパールは落とさず。まあ、オッケー。さあ、また。道が繋がってしまった。長いなぁ。ちょっと長いなぁ。帰ろうもう。また気が向いた時に来よう。よいしょ。さあ帰ろう。あ、まだ石炭ある。まだ石炭あったよ。畜生。うわ、バラ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 。まあ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 、落ち着け。落ち着け。そいったーと、痛い。おい。そい。あ、そい、ジョイ。オッケー。めっちゃ今の外に聞かれてるっぽいな。恥ずかしい今の。ソイジョイ外に聞かれてた。恥ずかしい。引っ越してね、ちょっと実況、自分の部屋ができたので、実況そこで撮ってるんですけど、これは土に落としてくれた。あ、いいこと考えた。ソイ、逃げろ。燃えろ。はっ。うわー、アイテム燃えた。実況ね、自分の部屋ができたの、自分の部屋で撮ってるんですけど、もう窓1枚しか、窓が1枚あってさ、そこから絶対外に聞こえるんだよね。さあ帰ろう。目印のおかげでスムーズに帰れるね。よいしょー、ただいまー。お、インゴット、10個できてる。よっしゃ、帰ろう。行って、マジかお前、こんなアイテムいっぱい持った状態のお前死ぬとかマジでありえっていいだからな。ここであえてマグマ攻撃。ここであえてマグマ。この危険な状態であえマグ。オッケー。わー、怖え。これ怖え。一瞬今ここ進んじゃいそうになった。怖え。こ
ここ階段？オッケー。よし、帰ろ、帰ろ、帰ろ。あ、違う。ここ違う。じゃあ階段どこよ。あ、ここだ。ここ、ここ。よし、帰りましょう、帰りましょう。さあ、次どうするかな？畑作るか。ちょっと食料も安定しないからね。畑作ろうか。ただいまーっと。よいしょ。よし、結構集まったね。レッドストーンに、鉄。鉄が集まったの、すげえ。オッケー。石炭も集まった。まあ、なかなか最初にしては良さげじゃないですか？よし、オッケー。さて、そしたらば何しよう。畑かな？畑だね。畑ですね。はい。じゃあ、今日がここに高級業績を謎に作りまして。じゃあ、無限制限作っとくか。ここにポーンとやって、からの、ここにポーンと。オッケー。よし、畑どこに作ろう？悩むけど、まあ、この辺でいっか。この辺ちょっと整地して、ババーと、ちっちゃめのやつを作っちゃおう。なんだって、どんぐらい広がるんだっけか。横4とかだっけ？まあ、じゃあこの辺になんか、ベッド作って、ベッド作りまして、じゃあこの辺を掘りまして。やっぱ普通のバニラのマイクラっていいよね。俺、なんやかんやでバニラが一番好きなんだけど。なんやかんやでね、バニラやるのがやっぱ一番楽しいよ。やっぱバニラだよね。よっと。で、じゃあもう寝よう。一回寝よう。あ、そうだ、この辺ちょっと、タイマーつけて湧き潰ししとこう。この家の周辺。まあもう、若干遅い気するけど。若干遅い気するけど湧き潰ししとこう。お、スケルトンさん、倒しますか？倒しますか？あいつ倒しますか？いまーす。あいって、よっ、ほっ、よいしょ。よいさ。よーいっと、完璧です。よし、一回ね、まあ、ショット。うわ、また、開けっぱにしてた。よーし。あ、待って。今ちょっとさ、ログで見たんだけど、ベッドが存在しないか、あるいは塞がれていますって、さっき死んだ時のあれだよね。ここあれか、あれか？ここにリスポーンできないってことか。もしかして。じゃ、ちょっと一回これ壊して、まあ、拠点、まあ、スポーン地点がまあ、拠点と近いからまあ、いいっちゃいいんだけど、ちょっとベッドが塞がれてるって書かれてるので、多分こんぐらい高さ開ければ多分復活できるよね。よし、じゃあ、クワ作ろう、クワ。よいしょ、いざ農業、行きまーす。ここピョーンってやって、ここまずペーンってやって。で、この辺を耕すと、ただその前に種がないから、ちょっとこの辺を刈りまくろう。刈りまくって種集めよう。種を刈りつつ、豚さんを倒す旅に出ようぜ。豚さんを倒して、食料を集める。種の確率、だいぶエグいな。あ、石炭めっちゃある。うわぁ、掘りに行こうかな。てか、豚めっちゃいるな。ほっ、ほっ。あ、めっちゃいる。大量。豚の牧場とか作ってもいいんだけど、まあ豚あんだけいるから大丈夫だよ。お、豚さん。なるほど。肉を捧げに来たのか。えらい。よいしょー。最低だな、俺。自分でも引くぐらい最低だったわ、今の。ごめんね。もう昔、動物愛護クラフトって題名の動画出してたとは思えないよね。よし、そしたらば。24個。おー、よさげ。この辺を耕して、1、2、3、4マス。4マス大丈夫だった気がする。まあ、この辺、周りに水もたくさんあるから、まあ、大丈夫でしょう。よし、まあ、すげえ適当だけど、こんなもんでいいでしょう。で、こう、正方形になってないっていうね。よし、それで、よし、じゃあ、植えていこう。中心から、こう、回るように、あ、失敗した。しょっぱなから失敗したわ。よいしょ、完璧です。あ、じゃあ、ちょっと、せっかくだから、コップン作って、こう、バンバーンと。おー、いいね。で、それで種1個しか手に入んないの。マジかよ。1個減ったじゃねえかよ。1個減ったじゃん。1個は、牛とか釣り用に取っておこう。で、まあ、1個は、まあ、1個あっても何もできないからな、小麦。とりあえずいいや。さて、じゃあそしたら、どうしようかな。
家作るか、ちゃんとした家作ろう。まあその前に一回区切りつけようか。あ、ちょっと視野広かったねこれ、ごめんね酔ったかな、視野広かった。よいしょ。はい、というわけで普通のマイクラ実況しますということで、はい、終わります。あざーす。めっちゃ適当に終わった。じゃあねー。